の脅威に直面し、また戦闘機の老朽化にも直面しています。現在へ普通時期戦闘機開発が急ピッチで進んでいて、戦闘機問題は喫緊の課題です。今回はこの F3 戦闘機開発へと向かわせた経緯と日本の技術を詳しく見ていきますね。やはり防衛費 2% 時代へと入りましたね。航空自衛隊が運用している国産の F2 戦闘機が2035年から退役が始まることを受けて、後継戦闘機として次期戦闘機の開発が進んでいる。2010年8月に防衛省から将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンが発表され、将来の戦闘機コンセプトモデルとして I3 ファイターが提唱された。I3 とは、高度な情報化、インフォームド、高度な知性、インテリジェント、瞬く間に敵を叩く、インスタンタヌアとの3つのコンセプトの頭文字を取ったもので、仮想敵国の第5世代戦闘機に対して、圧倒的な性能を持って、数的劣勢を補うために、国内の先進技術を総動員して開発される第6世代戦闘機であり、現有の F2 戦闘機の後継機として、2031年までに初飛行を実施させるとして考案されたものである。次世代のジェット戦闘機の国産化は、将来の日本を防衛するために必要不可欠なものである。これまでのように、アメリカの戦闘機をライセンス生産して、導入する、あるいは組み立てだけを請け負って購入していたのでは、費用もその回収も、すべてがアメリカの言いなりとなってしまい、高額な費用を吹っかけられて、近代化改修を、使用にも身動きが取れなくなるのである。このことについて、歯は、先日、導入時期が、故意 F15 自衛を改修しようとした際に、様々な理由によって、改修にかかる費用が大きく膨れ上がってしまい、結局改修を保留せざるを得なかったことで、思い知らされたのは、記憶に新しい。この次期戦闘機開発は、数兆円単位の壮大なプロジェクトとなることが予想され、国内企業だけでなく海外企業からも注目されていて、アメリカのロッキード・マーティンは、F2 にラプターを、ベースに F35、ライトニング2のアビオニクスを搭載した機体を提案。ボーイング社は、現在の航空自衛隊の主力である F15 をベースとした新機体、おそらくは F15。EX に近いものと思われるを提案しているほか、イギリスのベアーシステムズが、ユーロファイタータイフーンをベースとした機体を提案していて、中でも、ロッキード・マーティン案は有力であった。とされている。防衛省では、これら各案の選定にあたり、2018年時点で、すでに運用されている既存機の導入も視野に入れながら、検討を開始したのであるが、その観点は、2035年から2050年まで、仮想敵国に対して、航空優勢を保つことができる能力があること。さらに、次の世代の技術にも適応できる、拡張性を持つこと、改修の際の自由度が高いこと、国内企業が関与する割合が高いこと、開発や取得する際のコストが、安いことに、重点が置かれていた。その結果、2018年12月18日に、中期防衛力整備計画が閣議決定され、将来戦闘機については、現有の F2 戦闘機が退役する時期までに、将来的に起こり得るネットワーク化戦闘の中核となることができる戦闘機を取得せねばならず、必要な研究を推進しながら、国際協力も受け入れつつ、日本主導による国産戦闘機開発に着手するとの結論に至った。そして、海外の既存戦闘機の採用は、技術を得るメリットが少ないとされ、さらには、導入価格の面でも利点がないとされ、国内企業主導で次期戦闘機を開発する方針が立ち、2020年10月に、
三菱重工業を開発したいとして、川崎重工業、スバル、IHI、三菱電機、東芝、富士通、NEC の7社が参画する一大プロジェクトが発動したのである。そして、2021年度防衛予算において、576億円の開発費が計上されたことを受け、2020年12月18日に三菱重工業をサポートする海外企業として、F-22、ヤエフ315などの第5世代ステルス戦闘機を開発した経験と実績を持つアメリカのロッキード・マーティンを選定した。この海外支援企業にはロッキード・マーティンの他にはボーイング・ベアー・システムズも応募していたのであるが、航空自衛隊が導入を決めた F-315 がロッキード・マーティンの開発であることから、F-315 と次期戦闘機との相互運用性を高めるためのネットワーク構築をスムーズに運ぶことを考えれば必然であったと言えよう。しかしながら、ロッキード・マーティンとの共同開発と聞いて、カノ F-2 戦闘機開発の際に、同社とアメリカ議会に煮え湯を飲ませられた経緯を思い出す向きは多いことであろう。平成のゼロ戦とも呼ばれた F-2 戦闘機は、全世代の F-1 支援戦闘機を開発した三菱重工業によって、純国産の戦闘機 FSX 開発を目指したのであるが、その開発予算が膨れ上がったことなどから、計画が頓挫することを懸念したアメリカ政府から共同開発を持ちかけられたのである。このままだと、またアメリカから戦闘機のライセンス生産や輸入せざるを得なくなることを懸念した日本政府は、この申し出を承諾し、F-16 ファイティングファルコンを設計母体として開発することとなり、三菱重工業を主契約者として、川崎重工業、富士重工業、現スバルを加え、当時の開発元である、ジェネラルダイナミクス、現ロッキード・マーティンと共同開発契約を結んだのである。しかし、その後の F-2 開発は、アメリカとの不平等条約に泣かされ続けることになる。機体の外観では、オリジナリティが薄くなり、F-16 と酷使してしまったことは、仕方ないとしても、F-16 のアビオニクスの根幹である、ソースコードの提供が制限されてしまい、ブラックボックスとされてしまったことは、痛恨の極みであった。さらに、一時は、搭載予定のエンジンのライセンス生産をアメリカ議会に反対され、管制隊を高額な値段で買わされる事態に陥りそうになるなど、綱渡りとも言える状況であった。また、アメリカ側の利益確保のための反強制的に仕事分担を提供させられ、日本が独自に開発した様々な技術を無償で提供するとの条項が織り込まれているなど、国産推進派は、あまりの不平等条約に敗北感を募らせたという。しかし、当時と現在では戦闘機開発をめぐる状況は大きく異なっているのである。機体開発においては、素材開発ではアメリカが狙うほどの技術があり、ステルス技術においては先進技術実証機 X に新進の成功で培われている。そして、エンジンは IHI による15トン級の出力を発揮する XF9 の開発が進み、2018年6月にプロトタイプを防衛装備庁へ納入を済ませており、実用化にあと一歩のところまで来ているが、2021年7月には国内メディアの報道で、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発に向けて、両国政府が調整に入ったと報道され、いよいよ大詰めの段階に入った。IHI は、過去のライセンス生産によって取得した技術をもとにして、X2、新進では、10トン級の XF5 エンジンの開発に成功しており、そのノウハウを生かして、
国産哨戒機 P1 のエンジンを実用化していて、XF9 を成功に導く下地は十分にできている。次期戦闘機開発において残る課題は、搭載する電子機器開発とアビオニクスや戦闘システム開発であるが、この部分はロッキード・マーティンに頼らなければならない部分がかなりあろう。しかし、F2 開発の時と現在の開発環境の違いから、あの時のようにアメリカ側の言いなりになることはないであろう。令和のゼロ戦が日本の空を守ることになるかについては、すべて日本政府がイギリスとの共同開発をちらつかせながら、アメリカとの駆け引きをうまく実行できるかにかかっている。